頼みました寺田。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です。近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。武道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんです。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。ケリューちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんね。正直怖いわ、過去を知るのって。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないか。俺たちは待っていたんだ、復讐の時を。韓国の組織か。間違いない。あんたは刑事の勘で人を撃つのか。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。神室町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。本物の竜はどっちか決着つけようやないか。